ロデューサーさん、三浦あずさと申します。このアナイトインファンタジアでトラリニを歌わせていただきます。精一杯頑張りますね。皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。しぼりイエーイ。どうも皆さんこんにちは、高橋千秋です。私はですね、日本で、声優というお仕事をやっております。で、本日ですね、歌わせていただく曲が隣にという、アイドルマスターというゲームコンテンツがありまして、その中のキャラクターの三浦あずさという、キャラクターを演じさせていただいております。で、その三浦あずささんの、キャラクターソングで、隣にという曲があるんですけれども、この度オーケストラでこちらを、歌わせていただくことになりました。うん、頑張ります。はい、そうですね、本当にオーケストラで歌わせていただくのが初めてなので、いつもね、日本のイベントではカラオケ版というのが CD でありまして、それをかけて のコンサートというのをやったことがあるんですけれども、生オケで、しかもね、オーストラリアでなんて、もう本当に1年前は想像つかなかった。これをレコーディングした時はもう想像もつかなかったような展開なので、とっても、嬉しい反面、ドキドキします。緊張してます今から。はい。で、オーストラリアというイメージだと、まず日本と時差があまりないので、時差ボケはしないかもしれないんですけど、なんだろうな、環境がどんな環境なのか、まだ全然オーストラリアに私行ったことがないので想像がつきません。その辺はもうバイオリニストの、ゆらさんに、ぜひ遊びにエスコートを、していただくこうね。はい、向こうにいますけどね遊ぼうねって、はい、一緒に遊ばせていただきますそれと、そうですね、一緒に日本から同行するのが椎名さん、椎名剛さんというね、まあ剛さんと読むかどうかはご本人に聞いてください後ほど私剛さんと呼ばせていただきたいんですけど、作曲してくださったので、一緒にご同行させていただきます。彼はですね、まあ彼も、見かけによってかっこいいです。なのでとっても一緒に同行するのが、まあ、かっこいいというか、まあ、見た目もそうですけども、ハートがとてもね、ジェントルマンだし、とてもユーモアがあるかっこいい方なので、一緒に行くのが楽しみです。そして、そうだな、食べ物も楽しみです。何が有名か私は分からないんですけど、何が有名？あ、カンガルー。カンガルーって考えた分かんない。そしてそうだな、とにかく美味しいお食事とかも、あるっていうのをね、聞いたので、とても楽しみにしてます。私的にはワインがなんだかね、有名なワインがあるそうなんで、私ドリンク、お酒が大好きなので、ぜひ飲みたいなと思います。楽しみです。はい、アナイトインファンタジア。私は日本でヤッターマン、ヤッター、ヤッター、ヤッターマン、知らないね。はいもうすぐね、外国でも、放送されるのかな、わからないですけれども、ヤッターマンのおもっちゃまというちっちゃい黄色いサイコロの、が出てくるんですけども、声は、ヤッターマン参上だからん、こういう声ですね大丈夫かな、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、ヤッターマンのちっちゃいサイコロの声をやっております。あとは、ブリーチ、ご存知ですか？ブリーチというアニメでハイネコという色っぽい子、まあ、日本でいくと言うとギャル語っていうのがあるんですけど、例えば超半端ないんですけど、つーかまだ終わんないんすか、次椎名さんですよね、え、マジっすか、あ、じゃあこれ超飲んでいいっすか、グイッといっちゃーすみたいな喋り方なんですけど、これはね、日本人でギャルっていう子がいるんですね。で、ギャルっぽい女の子をやってます。ただそれは女の子というよりは残白刀というね、剣がそれぞれの主役が持っていて、その剣が擬人化するという魔法をかけられてね、そういうお話の中で、その剣の擬人化されたハイネコという
擬人化された時の声をやっておりますね。まあそれもね、まあブリーチはね世界中で有名なので、ぜひぜひ日本の皆さん、そして皆さんも要チェケラです。はい、アナイトインファンタジオ。それとあと、あのゴシップガールっていう海外ドラマがあると思うんですけど、それのあのクリスティン・ベルが、ナレーションを入れてる、そのナレーションの、日本語バージョン、まあゴシップガール役ですねをやっております。まあそうだな、はい、みんなゴシップガールよ。今日はこのビデオに出れてとっても嬉しいの。みんなオーストラリアで私を待っていてっていうのがこうね、ゴシップガールのやってるナレーションの声なんですけど、よかったら日本語もね分かる方聞いてください。アナイトインファンタジオ。そうですね、とにかくオーケストラで歌うということなので、私の持ってる、パーソナルをね、そして、声優で日本で代表で、歌わせていただくので、もう絶対に、皆さん損はさせません。そして頑張ります。これが日本の声優か、日本の声優は素晴らしいということを、本当にあの世界に、知っていただくチャンスだと思うので、これを機に頑張りたいと思います。素敵に歌います。みんな見てて。